日本福島県藍津若松市駅前町駅前町は福島県藍津若松市の町、郵便番号は965-0041。藍津若松市街地の北部に位置しており、東日本旅客鉄道藍津若松駅周辺の地域を町域とする。町内にはホームセンターなどの商業施設のほか、藍津若松駅近くにはホテルなどが建つ。町名は町域内に、 藍津若松駅及びその周辺地域が含まれることによる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周辺の地域とともに阿賀川の支流、湯川瀬瀬投ぎ川やその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市の中心市街地の一部を作る。東は、中央、白古町、大木町、西は、 石道町、町北町、南は大町、城北町、北は町北町に接する。現在の藍津若松駅江戸時代、藍津藩によって周辺の地域が治められていた。しかし、当時は鉄道が日本で実用化されておらず、現在の駅前町周辺に駅前町という地名はなかった。当時、現在の駅前町付近には、ぬかずか町、 石道文などが存在していたとされる。ぬか塚か町ぬか塚か町は若松城下の城郭街北部、大町の北側に位置しており、足軽道心が居住していたとされている。また、本町の起源は、江戸時代初期に原組、赤井村において、ぬか塚かに神殿を開発して、補卒を置いたことによっており、その後、大町北側に移転したものとされている。通定、裏町、 外浦町、岸井町、新田町、松園寺前通りの地名があった。石道文、石道文は若松城下の町文で、当時、西黒川に属し、ぬか塚か町の北側に存在していた。火星期には38軒の家があったことが記録されている。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、ぬか塚か町は一部が、若松大町名古屋町に、 残りが、石道分に編入された。また、1877年に、石道分が石道村になったほか、海古用具村と上、川原分のそれぞれ一部が合併し、後に、駅前町の一部となる、上古貝村が成立した。1889年になると、若松大町名古屋町は、大町名古屋町となったほか、石道村は、周辺の村と合併して、 英和村に上小貝村は周辺の村と合併して小貝村となった。その後、1889年に町村制の施行により、大町名古屋町は若松町の町となり、1899年には若松町の市政施行により、若松市の町名となったほか、小貝村は1891年に一気村に改称、英和村は1903年に分割され、 旧石堂村付近は町北村の一部となった。1899年、当時の岩越鉄道により現在の駅前町付近に若松駅が開業した。その後、1904年に北方駅まで開通。1906年の国有化を経て、1914年に岩越線は郡山駅新津駅間を全通。1917年に、 万越再線へと解消する。また、1917年には、若松駅が、藍津若松駅に解消されたほか、1926年には、当時の藍津線が、藍津万華駅まで開通している。1937年には、若松市により町北村の一部が編入され、町北村のうち藍津若松駅付近の地域は、当時の若松市の一部となった。 1951年に町北村、1955年には高野村、一喜村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が若松市と編入合併し、合津若松市となる。これより、大町名古屋町は合津若松市の町となったほか、町、北村、一喜村は合津若松市の一部となった。その後、 九百六十年代に入ると、会津若松市の住居表示が実施される。これにより、九百六十七年に、大町名古屋町、超北町大畑石道、超北町大畑上荒下、一気町大畑上小街のそれぞれ一部により、駅前町が誕生する。また、その後、土地区画整理法の規定に従って、大町土地区画整理事業が行われ、中央通り、 公園、下水道などがそれぞれ整備されたほか、新たに、町北町大技、石道、一気町大技上小街のそれぞれ一部が編入された。近年は、駅前町町内にあった商業施設合図ィの閉店に加えて、合図若松市街地にあった商業施設中古合図店の閉店の影響もあり、現在は、中心市街地活性化を図る動きが見られる。特に、 ア津若松市中心市街地を対象に行われている戦略的中心市街地にぎわい再生事業では、ア津サティ、中郷・ア津店に入居していたテナントの誘致などを含む活動を行っている。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ア津若松駅に停車する万越再生719系電車、ア津若松駅前に加え、 駅東側の道路を挟んだ合図バスターミナルから以下のバスが運行されている。また、観光向けのバスとして、ハイカラさん、赤部、絵が運行されている。高速バス路線バス等の系統通り。ありがとうございます。